どうも、小田です。よー、今日はですね、まあなんていうか、僕にとってはすげえ嬉しいお知らせでしてですね、めっちゃ昔、コラボした会社さんとですね、コラボが、なんと、できるってことでね、まあその会社さんとはですね、この iPhone ケースのギルドデザインさん、ここで昔コラボレーションさせてもらって、ここに後ろに象のマーク入った iPhone ケース作らせてもらったんですけれども、そっからまあしばらく経ってまして、まあ僕がこういろいろ使わせてもらって、 iPhone ケースも使ってるし、このカードケースも前紹介したと思うんですけど使ってます。でこのカードケース、これでなんとですねコラボレーションしてくれるということになりましてですね、今回ご紹介したいと思います。でも早速サンプル届いてるから、サンプルがね、僕もまだ見てないよこれ、この状態で届いたから、これ今から開けるってとこですよ、まさに。見ちゃおうかな。デザインはまあ僕がしたんですけどね、見ちゃおうかな今回の。いくよ、まず僕が見るからね。おーいよ、あいい、これもこれぐらいのねデザインがいいなと思って。見ます、見ます、こんな感じ。右下にね、テスト114のロゴが入って、で左の縦のラインのとこにロッドのねスレッドパターンと一緒の114っていう感じにね入ってます。これがね表面のデザインでしてですね、でこれ裏があるんですよ、裏が For Dramatic Life ね、うちのブランドステートメントがここに入ってます。こんな感じでね、かっこよく作ってくれました。で、僕がこう、なんていうんですかね、何でも合うような色が良かったんで、このグレーカラーをね、基調にして作らせてもらいました。で、実際これ早速、今まで使ったカードも入れてみようかな。大体ね、この厚めのカード、こういうスイカとかのね、プラスチックの分厚いカードが3枚入るんです。3枚が入るんで、こうやってね、今回は個人情報も載ってるんで、こうコストコとスイカのカードにしてますけども、まあ免許証と、前見たみたいに免許証、船舶免許、僕の場合はですね、であとはクレジットカードとか、まあスイカでもいいですしね、スイカみたいなのも入れといてもらったらいいかなと思います。でね、前使ってたのはこの上の縦型っていうか、この縦型じゃないか横型なんですけど、今回まあ僕ここになんかつけたりもできるように、まあ横型で作りました。でここにまあキーホルダーみたいなのつけてもいいかなと思ってます。なんでね、皆さんご自由にカスタマイズしていただいてですね、ここに何をつけるかとかね、やってもらったらいいかなと思います。で、もともとはですね、これ ID ケースという名前の通りですね、こう名札入れみたいな、会社で、よくねつけてるやつあるじゃないですか、こういう感じでなんか首から下げて、そうだからこのストラップとかもついてます、何気に。このストラップをつけて、こう首から下げて、ね、使われてる方も中にはいらっしゃるんじゃないでしょうかね。で、それの、縦版で作ったわけですけども。まあ、これを、まあ、今回ですね、コラボレーションしていただけるってことになりましてですね、チェストモデルできました。で、まあ、これは、通常販売っていうよりは、まあ、うちのオンラインストアで、まあ、概要欄に貼ってあるんですけども、オンラインストアからですね、ご注文いただけるような形になってましてですね、一応受注生産という形なんで、期間限って、注文取りまして、そこからどうですかね、一月かからんぐらいかな、かかるかからんぐらいで、お届けという形になります。でこれとですね、こう携帯を持って、もうこの2つだけで釣りに行ける時代がね来てると思いますので、まあ、場所によってはですね、現金がいるような地区もまだまだあるんですけれども、まあ、基本的にはある程度のところでね、いろいろ普及してきてますので、もう本当に免許証、クレジットカード1枚入れて、携帯持ったらこっちで決済できたりとか、クレジットカードがあれば決済できるという時代がね、来てますので、まあ、このシンプルにこれだけで、釣りに行くっていうね、僕も最近多いんで、ぜひですね、この機会に ID ケース使っていただければなと思います。じゃあ今回はですね、コラボレーションのご紹介でした。ね、ほんとギルドデザインさんにはね、感謝しかないです。嬉しいです、ほんまに。ぜひですね、この動画、このまあ ID ケース、
なかなか使えそうやなと思った方はですね、ぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録がまだの方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただいて、 Twitter とか Instagram、TikTok とかもやってますのでね、そちらの方の登録もね、していただければなと思います。じゃあ皆さん、今回の動画はこれにて終了です。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。